どうもみなさん、こんにちは。10月26日金曜日、動画撮っていきたいと思います。マイクレースのね、ホームページの方で今月の正規のね、製品化情報が、まあ、昨日出てたみたいでね、昨日ちょっと気づかなかったんで、今日案内していきたいと思います。あとね、今月発売予定だったのが、11月にね、出荷、決まった商品も一部ございますんで、まあ、ご案内しておきましょうかね。11月2日に、これ、問屋着日だよね、確か。そうですね、問屋着日が11月2日。南海の5000系のラピート、失礼、5万系のラピート更新車と、115系800番台スカ色の霊界車。で、阪急電鉄2300系の4機3増、あと C42 の客車と。本来は今月発売予定だった日比谷線がまた遅延ということでね。まあ一体どうなることやら、まあ間違いなく年末年始忙しくなりそうだなという気が、してきましたんで、まあちょっととりあえずは、そんぐらいの案内にしておきます。ではね、一応製品発表の方、ご案内していきます。まずポスターからいきましょうかね。何日か前にね、カッコ仮っていう状態で、まあ動画出したんでね、今回はまあ少なめでいきたいと思います。まず、改良品ですかね。まあ四国の113系。トップナンバーから3本目まで、まあ3種類、黄色、青、まあ、ピンクと、まああるんですが、トップナンバーがどれだっけな？あ、こいつか。トップナンバーが青っすね。四国更新色のブルー改良品と、まあこれがトップナンバーで。で、すごいですね。モハに両パンタついてるんだ。へぇ。で、そしてこちらが2番目の編成、ピンク色と。で、3番目が、こちらのちょっとでっかい黄色と。四国に渡った113系の車両更新車ってあれっすね。モハ112にパンタグラフ2個ついてるんですね。俺これ初めて知ったんですけど。まあ、それは言っといて。まあ、そんな、これね、一応改良品として出るみたいです。まあ、それぞれ4両17,800円プラス税となっております。そして、マヤ34の2009。これ、どこ所属なのかな？ JR 九州になってるんで、どこっすかね。ちょっとわかんないんで面白いですけど。ヘッドライト点灯する最後のマヤ34、まあ、それが出ますと。A の0302と。で、再生産商品2種類こちらでございます。まあ、こっちはね、頭部の方は、紹介動画多分出してるはずなんでご確認ください。A の6672、6673、頭部9000系リニューアル車6両基本4両増結。副都心線とかね、東急線に乗り入れてくるタイプの、仕様が、まあ、一応これが再生産と。で、未だにね、まあ人気あるこちら、A の7090485系彩り6両セットと。まあちなみにね、両製品とも結構今ヤフオクで出てるんですよね。値段いくらだっけな。頭部の9000系はね、結構ヤフオクにね、出てたんですよ。ちょっとお待ちくださいね。今出しております。頭部9000、あ、これですね。一応これがね、頭部9000の、ガンって検索してたんで、なんだっけ、リニューアル車じゃない、デビュー当時の7000、失礼、6670と71も一緒に出てきちゃうんですけど、まあ一応ね、ちなみにこれが、今現在出品されてる、全部の頭部9000系です。こちら6両基本4両増結、2つ合わせて、まあ、2万5000が即決と。ちょっとまあ見にくいんでね、申し訳ないんですけど。あ、でもちゃんとコーナーポップとかつくみたいですね。ステッカーも未使用で。まあまあいい状態じゃないですかね。ちなみに今回が、10両買って3万円プラス税。ってことはあれか、まあ2割引きの店で買っても2万4000プラス税なんで、まあまあまあの値段じゃないですかね、これ。2万5000なんで即決が、10両で。その他10両セットで即決3万。基本セットだけで、ハイグレードか、なんか訳あり品が1万1500円と。で、これ量産車か。これも量産車ですね。あとは全部量産車っぽいんですね。まあ、ちょっと落札とか見てみましょうかね。ここのところ、これロゴマークか。あ、ありますね、1個だけ。重量セットが27,980円と。まあ即決特価。これはあれか、10月5日。だからまあ前か。まあ一応こんな感じに出ております。で、もう一個のね、こちら、485キロ取り。まあ、これもね、結構今人気あって、おそらくね、今、中古価格でもね、2万は超えてるはずなんですよ。てか、最近ね、落札されてんの1個だけ見つけたんですけど、どれだっけな。あった。よいしょ。あ、ありますね。一応こちら。
今即決で1個だけ TN 化されてるのがありますね。で他の落札相場でいくと、21日、日曜日か。日曜日に結構彩りが落ちてますね。で、その前にもう1個新品が落ちてて、10月16日、10月3日と。だからまあ、今月入って、まあ少なくとも落札、あ、やべ、間違えちゃった。あ、大丈夫か。今月だけでまあ少なくとも4件落札されてるんで、まあやっぱり未だに根強い人気はあるんですよね。まあもう廃車されてるはずなんですけど、この車両は。おいしょ。まあ一応ね、今回、まあ、おそらく今回はね、まあ個人的にはなんていうの、新製品よりは再生産の方がね、どちらかというと人気になるのかなっていう気がしますね。うん、まあ、でもどっちの方が人気に出るかって言ったらどっちなんですかね。東急関係が、まあ俺みたいに好きな人は東武買うだろうし、逆にまだ彩り持ってない人は欲しいと思うんですよね。まあ微妙なところですかね。まあでも今回多分ね、両方とも人気はあると思いますね。そしてこちら、103系の、関西方面の車両更新車が発売されます。まず4両セット西日本更新車阪和線スカイブル4両セット。クハ103の前面を、金属枠ガラス止めで、新規製作制度。で、サハ103のみ 40N。これっすね。多分これだな。違うかな。クモハ。あ、合ってますね。多分これっすね。なんだろう、201系っぽいタイプのやつかな。俺はやっぱり103系って言ったらこっちのなんていうの、角張ってる方がどちらかというと好きかな、個人的には。そしてこちら、濃厚色、広島の車両みたいですね。転落防止の取り付け。分散冷房の WAU の102を搭載車と。クハ103はトイレ付きボディで、床下の、トイレタンク取り付けと。こんなクーラー車もあったんだね。全然知らねえよ。まあ一応ね、今回、こちらが、まあ、各それぞれ、製品化されております。まあとりあえずは、なんか情報見ていきましょうかね。尺的にもまだ全然足りるんで。じゃあまずは、彩りからいきましょうかね。485系彩り、来年再生産で出るみたいです。JR 東の長野支社では、485系を改造してジョイフルトレンに取り付けることで、6両編成のうち16号車が 2+1 配列の座席車。4号車がフリースペース、2、3号はセミコンパートメントの内装と。へぇ。1号車が藤色、林道、2号車が小菊地なしでカモシカ、3号車が時色、リンゴ、4号車が百群、信州の自然、5号車藤色、長野県の特産品、6号車は時色、カーネーション。へぇ、そうだったんだ。で、外見上では、主車を基本として前頭部形状がリファインされ、従来の字幕式表示器に変えて 4G1 のワイド液晶ディスプレイが設置されて、ライト類が上部に設置されて独特の表情になりましたと。まあ、これが通称フリーザ顔か。あ、フリーザでいいのか。モロ484の屋根上のパンダから1機は撤去されたほか、残る1機も、低断面トンネルに対応したシングラル式に、更新されましたと。で、2017年に惜しまれつつ引退しましたと。おー、すげえ。あ、6年前だったんだ、こいつ発売されたの。あ、それで一度も再生産されてねえなら、めちゃくちゃ高いプレミア価格がいくはずだわな。なるほどね。まさか485系に新パがつくともな、どう考えても思わねえし。まあ確かに485系だからね、いろんなところ走れるだろうから、まあ全然便利だと思うんですけど。ちなみに、ホワイトをベースにした周りはベージュ、各社、屋根の、片部分はカラフルな扱いと、装飾と。全車、彩り専用ボディ、モロ485107の幅の広いドアを中心再現、新パ、作成と、新規作成と。号車ごとに異なるモチーフを精密印刷、ガラスはクリアブラック仕上げと。2012年に発売し、ここで大事な彩りが再生産ですと。で、編成はこんな感じですと。なんかあれだね、顔面気にしなければ本当に485系そのものだね。ただどう考えてもこの顔面はな、189系とかに近いんだよね、こういう顔って。まあでもなかなかいいんじゃないですかね、これ。まあおそらく今回どれくらいやるか、まあ2万1400円プラス税なんで、2割引きで買ったとしても、まあ税込みで2万いかないぐらいなんで安いですよね。まあ6両で2万って考えたら、まあトミX の HG よりはあんまり変わらないぐらいか。まあなんで俺は結構ね、これ、再生産おすすめです。次行きます。
そしてこちらも再生産、東武急線系リニア車6両基本4両増結と。1987年に、東武東上線と A 段有楽町線の直線で貸し止まって10連6本が増備されたのがこの車両と。1981年に登場していた試作車に対し、パンタグラフの半減超波、なんじゃこれ、冷却方法の変更による低騒音化、側面行き先表示器の移設、座席寸法の拡大化などが行われ、1991年に増備された1年生は車体がビート仕上げとなり、外観が大きくなるほか、1994年の有楽町線新線開業に伴い、制御方式を VVF に変更した9050キャ当時の様々なバリエーションがありますと。2007年より複数新生直通運転に対応するため大規模な更新工事を行った車両が登場し、前面ライトの変更、スカートの設置、パンタグラフの新パッカーなど外見上の特徴で、内装は最新鋭の5万系に準じた座席内装に交換されたか、案内表示器や車いスペースの設置などが行われ、大幅なサービス向上が行われてイメージしました。東武急線系待望の再生産、東武ロゴ貼り付け前の姿を再現しますと。だこれに関しては、おそらく俺が持ってるタイプと同じのかな。なんかここ数年、なんだっけ、東武って確かここ数年で、100周年かなんかだっけ、ここ2、3年かなんか忘れちゃったんですけど、で、なんかいろんな東武の車両に100周年のロゴ入ったり、まあ結構新しいロゴ入ってる人なんですけど、まあそれが再生産される前なので、まあ多分俺が持ってる、多分古いタイプと一緒で間違いはないですね。スピーカーが増設された側面を再現、ワイパーとライト類が、交換された前面、新パ、に交換され、東武ロゴ払える前の姿。まあ、これに関してから俺が持ってるのと同じなんで、まあ、わざわざ、もう一本買う必要ないっすね、こっちは。まあ、ただもう一本欲しいっちゃ欲しいんだよなこれ。結構未だに人気あるんでね。まあ、俺がポチの横浜で買ったのも税込みで 34,500 円だったんで、まあ、今の価格として考えると、まあ、高いかもしれないですけど、買ったのがもうね、俺がバイトする前だったから、どんくらい前だっけな、4、5年くらい前になるんですよ。だから、あの当時、ヤフオクでも4万超えてたりしてたんで、直近のデータだったのが。だからもう横浜の席、もう衝動買いしちゃったんですけど、これだけは。まあ一応ね、こんな感じで、編成となっております。まあただちょっとね、ステッカー類がね、昔のやつより更新されるなら、まあ俺はありだと思うんですけど、まあ紹介した時にね、昔のステッカーは俺未だに貼ってないんですけど、まあ普通の式とか新木場とか、まああっち系が多いですよね、有楽町線系が。だからね、ちょっとぐらいはFライナーの特急とかが入れば、まあ俺はね、嬉しいかなと思うんですけど。まあ、わざわざステッカー変更することはないと思いますね。まあ、どうにかして、元町輝きの再現はね、したいかなと思うんですけど。では次いきます。なんか新しいのが出るみたいですね。マイクロスピーカーシステム、模型に内蔵できる超小型、Bluetooth スピーカー登場と。あ、Bluetooth ってことはスマホに簡単に接続できるんでありっすね。どれどれ。通信環境は Bluetooth バージョン4で、サイズが80の10の7ミリか。なるほど。そして約7グラムと。で、ボリュームに関しては、音源機器等側での、調整が可能と。で、スピーカーは小型スピーカー内蔵。充電時間は約90分。で、再生可能時間が、120分と。バッテリー容量は90アンペアでいいのかな。で、リチウムイオンポリマ電池で 3.7 ボルト。受信距離が8メートル未満。充電方法はマイクロ USB とスマートフォンアダプター。ああ、なるほどね。とかあれか、つまりパソコンにつないでも充電できるし、こういうふうにスマホとかにの充電器で、簡単に充電できるってやつは便利ですね。一応こんな感じか。ああ、あれか、室内灯みたいな感じの大きさになるのかな。製品そのままで N ゲージ、室内灯サイズ、HO ゲージ、Z ゲージ、車種にもよりますに取り付け可能と。1個が高え。9980円か。機関車1台買えんじゃね。マイクロの機関車1台って多分これぐらいだった気がするんですよ。1万円ぐらい。買えますね、機関車1台が。まあ面白いのが出ますね。まあ今までなんていうのかな、その、N ゲージの車両関係の音って言ったら、何があったっけな。加藤がサウンドボックスっていうの出したんだっけ。あとは、ま、トミックスから音が出るパワーパック。定価で10万超えするやつ。あとは、誰、なんて言ったっけな、三位重工でいいのかな。俺も、ちょっとね、とあるつまみ部分折っちゃって、まあ、使えることは使えるんですけど、三位重工っていうのかな。パワーパックっていうのがね、メーカーがあるんですよ。それはね、パワーパック本体から音が出て、まあ、面白い感じのするパワーパックなんですよ。
で、確か、値段的には3万から4万かな。まあ、今度紹介できたらしたいかなと思うんですけど、なかなかちょっとあれね、壊しちゃってね、使いづらいっていうのがあるんですよね。まあでも全然動かせるんでいいんですけど。ただ今回はね、車両に取り付けてなんでね。まあまあまあ、なんとも言えないっていうような気もしますけど。ちなみにこれどうやって車両に取り付けるのかな？これ座席パーツの部分だよな、おそらく。で、これが多分そうだからね。まあ室内灯サイズなんでね。多分どっかからバネが伸びて、まあ屋根に、どうなんだろうね。ここに多分穴が開いてるんで、まあ車両サイズによって切ったりして、多分対応できると思うんですけど。ちなみに寸法としては120ミリ、長さは90ミリまで短縮可能が、そして、縦幅が10ミリで、厚さが7ミリと。120ミリって考えると、ちょっとお待ちくださいね。ちょうど今ね、マイクロ S の新幹、あ、すみませんね、ちょっと邪魔なものが出ちゃって。マイクロ S の新幹線って、まあ、そんなに発売をされてないんですよ、種類でいくと。でかいサイズでいくと、まあ、でかいサイズっていうか、まあ、新幹線の通常サイズでいくと、300系新幹線が8気8増、あとは200系のリニューアル車とかが、まあ多分トータルで10種類ないぐらいだと思うんですよ。新幹線系列でいくと。まあただ俺ちょっとマイクロ S の新幹線1個持ってるんで、ちょっと長さ測ってみますと、横幅が150っすね。まあちょっと何かっていうとこれなんですけど、ちょっとこれね今色差し中でちょっと切ってないで申し訳ないんですけど、100系新幹線のこれ小窓車なんですよ。これがね、横幅、車体だけの横幅が150ミリ入ってるんで、まあ確かに寸法マックス120は間違いなさそうですね。ちなみに室内灯を取り付けれる部分のサイズとしては、おそらく、そうですね、140あれば足りると思うんで、まあ120ミリってところか。で、長さ90ミリ。まあおそらくこれが、京急とか、京成とかか。まあ、多分京急とかの、18メートル級でいいんだっけ？わかんないんだよな。あれ、通常の電車が20メートル級でしょ？で、新幹線が25。京急って18だっけ？ 16 だっけ？多分18か。で、まあ、もしかすると90ミリとなると、あれいけんのかな？京阪の電車4両セット。ちょっと俺、路線名忘れちゃったんですけど、なんか4両編成の電車なのに路面軌道も走れるハイスペクタルの電車。なんか京阪にあるんですよ。確か800系っつったっけな。名前まではわかんないですけど、確か形式は800系っていうのがあるはずなんですけど。まあそれにもね、長さ的にちょっと俺その京王じゃねえ。京阪ちょっと持ってないんでわかんないですけど。まあでもちょっとこのね、スピーカー関係、まあ面白いかなって気もするんですけど。まあこれモーター車にだけ取り付けるのかね、やっぱり。どうなんだろう。待って、車体が閉まんね。やべえ。外したものの車体が閉まんね。やべえぞ、壊したかねえぞ。やばい、ああ、窓ガラスがずれた。マジか、オーマイガー。オーマイアンドガンコ。やばい。窓ガラスがずれた。おし、なんとかなった。床下どうやって取り付けるんだっけ？あ、向きがわかんない。まあいいや。適当に取り付けて間違ってたらな。っていう感じですかね。まあ、おそらくこのモーター車でいいんですかね。どうなんだろうな。模型に内蔵できる Bluetooth スピーカー。モーター車にだけ取り付けるのかな、やっぱり。わからねえ。まあ、これはね、まあ、欲しい人はちょっと自分で、ちょっとお調べになってみてください。で、あとは、まあ、103系列と、113系列の、まあ、西日本車両なんで、まあ、関東の人間としてはやっぱり紹介できるのはここまでなんですよね。まあ、東部と彩りは、なおさら。っていう感じになっております。はい。で、案内はこれぐらいですかね。まあちょっと欲しい方はね、あとはまあ関西の方とかでね、まあ113系のトップナンバーから3本欲しい方は、まあちょっとご自身で調べてみてください。で、今日26日なんですけど、今まあ10時、11時ちょっと前、まあ10時40分なんですけど、ここに時間出ちゃってるんですけど、スマホにしてから時間出るって楽だな。10時40分なんですけど、まだグリーンマックスから、今月の製品化が出てないんですよ、ご案内が。まあ、ごつけるしてないんですけど。で、まあ、今月残った平日が29、30、31。多いければ3日間で出るんで、まあ、ちょっとね、3分の2の確率で俺休日なんですよね。
だから今日中に出れば今日中に案内できるんですけど、もしこれが29に出た場合には30日の火曜日で、月末の水曜日の31日に出た場合には、うわー、JBC 行われるか大変じゃん。11月1日の木曜日、まあ、ちょっとその辺になってしまいます。で、あと京急の発売が10月30か31日かなに問屋着だっけ、ちょっと確認しましょうかね。すいませんね、ほんと趣味をね、二足わらじでやってんで、競馬と N ゲージ関係と、まあ、趣味が多彩なのはいいことなのか分かんないですけど、あ、これですね、俺がさっき言った日比谷線とかが遅延しますってやつ。まあ、これに関してはね、また後日動画作りましょうかね。グリーンマックス、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 あったあった。グリーンマックスと。確かね、30日の火曜日に問屋着だった気がするんですよ。違ったっけな。あ、そうっすね。10月30日の火曜日問屋着なんで、なぜか東急の新車と1日ずれたんだ。もう俺東急の新車買わないんで関係ないんで楽なんですけど。まあそんな感じでございます。で、あともう一個ね、お知らせ的なのがあるんですよ。これ大丈夫かな？動画で住所つけたらかっこ悪いんですけど。ちょっとお待ちくださいね。一旦、ちょっと確認します。ギリギリ大丈夫じゃなさそうなんですけど、一応ね、まあ皆さんハガキ来てる方も多いと思うんですけど、俺のところにはね、昨日来ました。西淀川局からのハガキなんですけど、こちら、ちょっとね、まあ、ちょっと住所等々の兼ね合いがあるんで、ちょっと若干目のモザイクはかけるんですけど、こちら、第172回ホビーランド墓地の、新宿のイベント、まあ、今回はね、こんなハガキで、新宿なだけに小田急と、千代田線が来ましたね。一応ね、場所としては11月23、確かここに書いてあったよね。11月23の、金曜日の祝日から3連休24、25、場所が AP 西新宿4階 H と I 室となっております。はい。そこまで詳しくは書いてねえな。まあ、気になる方はご自身でお調べください。お問い合わせ先はちなみにホビーランド墓地の新宿店になります。ちなみにお問い合わせに関しては会場所在地の確認のみにご利用ください。場所としては JR 新宿駅より徒歩約6分。青梅街道を渡って、モスバーガーとファミリーマートの隣だそうでございます。はい。まあ、俺は関係ないんでね。行きたい方は行ってください。というわけで、紹介は終わりにしたいと思います。ではね、グリーンマックスの今月の、新規生産化、が出るまで、ちょっと N ゲージの動画は、お待ちください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。